小池百合子は何にもしませんでした。8年前都知事になった時にあのバカ女が約束した12-0、7つの公約、一体何を守りました？公約達成ゼロ。何も守ってないんですよ。そしてまた新しく公約を掲げて、で私はね、新しくまた都知事でですね、公約をします。だから皆さん一票入れてください。バカ言うなやつんですよ。しかしそれでもそのバカメディアがですね、取り上げる小池百合子、蓮舫、そして石丸電機、この3つです。この3人しか取り上げないもんだから、小池百合子が必ずトップに来るんです。クソバカメディアが皆さんに掲示しているのはこの3人です。実際には、ね、56名の人間が出ております。何も桜井を出せと言ってるんじゃないんですよ。みんな平等に出せと言ってるんです。それをやらないんです。クソバカメディアは。このたった3人だけをですね、取り上げ、さあ皆さん、これが民主選挙です。選んでくださいってやってる。どこが民主選挙なんです、これの。民主主義ではない。その通りです。今のはもう民主主義でも何でもないんです。大変残念ながらですね、我が国は一部のメディアによって世論操作された、その候補者以外に取り上げる価値がないと言われてるんです。舐め腐るのも大概にせえやん。そらー、君たち一度くらいふざけた状況をひっくり返したいと思いません？もうとにかくあのクソったれのメディアが言ってるね、この3候補だか4候補だか知らないけれども、このメディアに出ている以外の人間に入れなさい。そうすればね、あの連中が最後に泣きを見るんです。私はそれが見たい。そのことだけはね、頭に入れて7月の7日ですね、7日の投票日を迎えていただきたいと思います。もちろん期日前投票でもいいんです。皆さんの一票というのは権力者に対する唯一の武器なんですよ。皆さんが今の腐敗しきったね、裏金問題だなんだと言ってですね、散々パラですね、腐敗しきっている今の政治に君たちが文句があるんであるならば、今回の選挙でその武器を使わなくて一体いつ使うんですかって話なんですよ。ぜひね、皆さん誰でもいいから一票入れなさいな。できるんであるならそこに桜井と書いてほしいけれども、に入れたくなきゃ入れなくてもいいんです。あの腐れメディアの報道している人間以外です。腐れメディアが報道している以外の人間にぜひ一票入れましょう。選挙に行こう。